清水康弘は日本の官僚、ギリシャ中殺特命全権大使、元環境省、原子力規制庁長,長官、1956年東京と生まれ、1980年東京大学教養学部卒業、環境庁入庁、1988年から1991年まで外務省に出向、在アメリカ合衆国日本国大使館で、 環境担当初期間。1991年に環境庁に戻る。地球温暖化問題の担当官として、国連気候変動枠組み条約の交渉に参加。リオデジャネイロの地球サミットに参加。その後、環境大臣秘書官、環境情報システム室長を歴任。2000年から2002年まで、通商産業省に出向、東北通商産業局総務企画部長。 東北経済産業局総務企画部長。2002年、環境省に戻り、地球環境局地球温暖化対策課長、総務課長、環境省大臣官房総務課長。2006年の第一次、安倍内閣で公募による、首相官邸政策スタッフとして、井上一徳や、高橋洋一、白間隆一郎らと共に、内閣総理大臣補佐官付内閣参事官に就任した。 環境省大臣官房審議官、総合環境政策局長等を歴任し、2014年原子力規制庁、次長、2015年原子力規制庁長,長官、2017年大官、2017年6月、ギリシャ中殺特命全権大使、同年10月24日、ケンキプロス中殺特命全権大使、2018年2月26日、 メンキプロス中札特命全権大使2020年離任ありがとうございます。